何？なんかはい、ちょっと日本のウイスキーこの前飲んでさ、はいはいはい、結構スコッチも最近ちょっと飲んでお腹いっぱいやん。お腹いっぱいですか？うん、まあでもあれですか、ウイスキーは別腹とか言い出すんですね。そこら辺のなんか30代 OL みたいなこと言い出すんですかね。冴えないおっさんの別腹はウイスキーやからな。核もいいけどブラック日課もねみたいなこと。核もブラック日課も一番よく飲んでるよ、うん、まあオールのロイヤルもいいけどスーパー日課もねみたいな。そういうことや。そのあたりにしとこう。そのあたりにしときましょうかね。まあ確かに、まあニュースとか世間の中だとまあ日課だなんだかね、うん、ばっかり言ってますからね、うん、今ちょっと加熱状態やから、はい、まあそれでいて、うん、じゃあ他に何があるかというとスコッチばっかり、うん、みたいな世の中に、じゃあ一石を投じようということですか。じゃあマスターのおすすめのスタンダード、はい、まあ、ウイスキーはウイスキーやっぱ飲む、飲みたい。いやそりゃそうでしょ。あ、そう。ウイスキー以外がいいんですか。ウイスキーちょうだいじゃん。じゃあ今回はタンモアデューいきましょう、うん、アイリッシュか。アイリッシュです。アイルランド。いや、さっきの前振りで出てきたらやばいでしょ、うん、はい、ロッコーの美味しい水が出てきたらやばいよね、はい、いタナムアデューってなんかボトル変わってる。変わってるというのは、あ、前に比べてという。うんうん、これですか。タナムアデュー変わりましたかね。自分のイメージだとこのイメージのまんまなんで何ともあれなんですけれども、ちょっと変わりました。あのな、ウイスキーの化石親父からすると、はい、丸いタラモアデューの瓶しか覚えてないんやね。かなり昔じゃないですかね。うん、いやでもね、美味しいお酒だった。うん、今で飲みやすさ抜群で、うん、あのフルーツ効が結構ありますよ ね、うん、はい、何この安定感。これはすごくいいと思います、まあ、うん、あの普通のアイリッシュ、まあ、ブッシュミルズとかあのその辺に比べたらやっぱちょっとだけ値段上がっちゃうんですけど、2000円台ぐらいになっちゃうかな、うんうん、はい、でもね、これだったら、まあ、全然ありかなというふうに思いますね、はい、いやもうこれ何この安定感あってちょっとこうホッとするウイスキー、まあ、派手ではないけど。そうですね、アイリッシュってこんなんなんかな、やっぱな。いやこういうのがいいんですよ、はい、ね、まあ年数エイジものですね、何年表記みたいな、うん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 、結構それうまいんですよね。あ、そんなも出てんの。あ、はい、ちょいちょいありますね、確か。あ、本当ですか、はい、値段とかはちょっと5000円とか6000円とか結構しちゃうと思うんですけど、うん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 、まあ、あのタラモアは結構うまい。美味しいね、うまいっすよ、はい、ね、なんかあの神戸にも明石の方にもあのアイリッシュパブってちょっと日本でもあるやん、神戸に、はい、ありますね。雰囲気いいよな。あ、なんか自分の中ではインターナショナルバーみたいな。あ、そう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 、はい、なんか外人さんが遅くまでやってて、そうです、そうです。でキャッシュオンで、はい、なまあまあギネスあたりの他にエールとか美味しいの飲めるやん。はい、でかいのこのグラスに、あ、バインドグラス、ね、うん、にね、はい、1000円ぐらい払ってね、なんのね、おつまみなしで飲むな、あんだけな外人。いや、あれただ水飲んでるだけなんちゃう。水飲むのにつまみはいらんだろうとか言い出すかもしれないですね。この茶色い水がうんぬんかんのやんな。いたみたいな。まあ今ね、オフィシャルの前よりはこういうスタンダードで年数表記なしっていうと結構あのスコッチなんかではそうなんですけど、うん、意外とそっちの方に全部力注いでんのかなぐらい。あ、意外とうまいやつ多い。あれか、そうさ、その今のトレンドがちょっと前の何年、十何年とか熟成よりも表記よりももうそうなんですよ、取っ払ってちょっと美味しいもの作ろうっていうイメージがあるかな。あるのかもしれないですね。うん、なんか結構悪くないやつ多いですよ。なんで自分も最近はちょいちょいあのまあといってもスコッチとかだったら、うんうんうん、シングルモルトだったらどうしても12年表記が最低値なんでそこら辺飲んだりするんですけど、うんうんうん、悪くないなってやつは何本もありますね。特にアイリッシュも。アイリッシュはまあ結構安定はしますね。蒸留所自体が少ないっていうのもあるんで、うん、あれですけど。いや別に
このぐらいの値段で何本かある中の1本チョイスアイリッシュでもありやんな。ありです、はい、特に飲み慣れてない人だったらね、この辺のタラモアあたりとかジェムソンとか、あ、ジェムソンとかソーダ味してね、うん、アイボール飲んだら、うん、全然ありだと思うんですよね。ああ、アイリッシュのソーダ味もええな、はい、もう湯水のごとくサクサクと飲める感じになりますけどね。それさ、無言のうちに僕にもう一杯それソーダ味で飲めってことやな。そういうわけではない。そういうわけだよね。いやもうストレートであれですよ、あのアイリッシュ魂を感じてもらう方がいいですね。ワンチームやんか、もうワンチームです、はい、なあ、そうか、あのいや、アイリッシュで実は、はい、もう結構前よ、20年近く前に、はい、金マラ、ああ金マラ、うん、はい、当時、ね、な、当時コネマラとか言われてて、はい、縦長の丸瓶がな、60度ぐらいの60何度かな、初めて飲んだ時は、いや、あれ美味しかったなってイメージがあるよね。そう、金丸って言ったら寸胴のイメージ、今はな、はい、うん、で、出た当時、今サントリーさんがやってるかもわからないけど、その出た当時は並行で入ってきてたあのロングボトルで5、6000円かな、あの、あら、なんていうの、あの、なんかもうもさもさしてて、ピーティーで美味しかったな。美味しかったです。今はちょっとその寸胴のやつ飲んでないかわからないけど、あ、でももさもさしてるイメージはあるだいたいね、あのもさもさしてるの好きで、まあ、セミアでアイリッシュはちょっと田舎臭い感じありますね。お酒自体がね、あの、そうか、はい、これそれでもそれはいい意味ね、あのいい意味で言うと置き換えると武骨なとこもあるってあるよね。あります、あります。華やかさよりも、はい、なあ、まあそこがね逆にいいんじゃないかなっていう感じですけどね。ああ、ありや、はい、このタラモアデューで、あのね、レッドブレストの15年ってあったやん、昔。あ、はい、今もあんのかな、分からんけど、この間21年買いました。あ、本当。4万ぐらいしました。もうそうなると遠くに行っちゃうんや、大体。4万かな、3万かな、なんか結構いい値段だしたな。とにかくね、はい、そうなると遠くに行っちゃってるのよね。ああ。ね、まあ、アイリッシュもどうしても値段は上がってるってありますね。あ、全体的に、はい、そうか。特になんか多分長熟ってそんなにストックしてないでしょうかね。出てくるのも少ない感じするんで。アイリッシュの場合はそうなの、はい、で、あと、うん、かなり跳ね上がりますアイリッシュの場合は長熟になると。そうか、はい、何やろな、熟成ね、熟成庫が少ないかな。いやー、多分樽がない、売れてなかったかもしれないそうか、はい、あ、蒸留所も少ないしね。そうなんですね、はい、生産能力もそんなに上げてないんかったんやろね、はい、ここまで来ると思わんかったかもな。まあ多分日本のウイスキーと一緒だと思います、感じ的には。なるほどな、はい、まさかここまで売れるとは思わんかったっていう。まあ今かなり力入れて増やしてる感じはあるんで、これからに期待ですね。またや10年おいしんどる、はい、まあ、でもあれだと思います、日本のウイスキーよりかはもっと早く手は、あの、処置はしてると思うんで。なるほどな、はい、日本のウイスキーよりかは、うん、あの、早くもっと出てくると思います。なるほど、うん、まあでもそのこういうジェームソンとかこのタラマーデューとか、はい、ノンエイジのスタンダードで十分おいしいよね、これ。まあ、そうですね、これあれです、あの、アイリッシュコーヒーにしたらうまいっすね、うん、まだ出た、はい、ソーダ飲め言うてて、また次コーヒーで飲めって俺に言って、さ、何杯飲むんだから、はい、おじちゃんを、巻き上げていくスタイルですねまた破産や、ここで神戸でバー破産だよ安定感抜群やから、はい、よし、次ちょっとな、はい、この間に、喋ってる間にちょっとコーヒーなんか立ててもらって、はい、あの、注ぐわ、タラマディをちょぽちょぽ、ちょぽちょぽと後で、ちょぽちょぽと、うん、まあ、あれですよ、あの、注いだのじーっと見て、はい、いくら、100円、200円、300円なんか、カシャンカシャン言うでしょ、ね、カシャンカシャン言うでしょ、もうな、ぼったくりバーのほんまに神戸で有名な、もう有名なぼったくりバーですからね、うん、残念ながらよし、じゃあ次ですよ、仕込みしてもらおうか、コーヒーのな、はい、ガリガリ豆を引いて、ガリガリ、はい。